どうもなんねん。宇宙じゃなかったらパクリになるの。から行けって話になっちゃう。多分近すぎたら一瞬で死ぬやろ。そっち後ろから撃てって話になる。上がってこないのかな。上がってくる。ちょっとずつ来てる、ね、でも敵また来てるやん。どっちも来てるやん。死ぬやつやろ。行けた行けた。うまっ。ああゲームって感じやな。子供泣くで。あれ？トムワイヤーライで。見えない壁があった。見えない壁があった。あれ無理やん。針が邪魔。
なんかアイテムがいるって話だよ。剥がさなあかんねん。ないやん。ここから戻るってなかなかシビアやね。シビアすぎやろ。ドット単位でいかなあかんねん。あ、いけたいけたいけた。あ、死ぬ。お、これはいけんねん。ビビリ解除やね。ほら、あー、解除されへん。あれ？わからん、わからん。え？近くいたからこれ。あー、だろ。これ色変える。チュンにしてキャラを移植するしかない。チュンただ本人に出てもらってそのままキャプチャーした方がよくない。嫌ですよとか言いながらやらすしかない。なんかもう全然覚えてないな。任せってこのイメージが強いんだけど。手裏剣乗った今。牛の出るゲームはいいゲーム。いきなりもうハードやねんけど。敵の出方が。俺はこんだけスプライト出してもかけへんし。じゃあ追ってくれよ。どんだけスプライト並べんの。スプライト一面並べた。めっちゃ並べてるし。なんかの機種みたいに点滅せえへんしみたいに。すごい。めっちゃスプライト。ジャンプがすごいなこれ。てか、出すぎやろ。出すぎやろ。カンフー以外の部分が出すぎやろ。なんか、技術デモになってるよね。当時の。俺いっぱい出せるし、みたいな。これして早く買ってデモばっかりやるやつ。あれでしょ、レトロ系はもうアーカイブしかあれへんねん。いらんやんみたいな。お持っていかれた、マジ。あ、上乗れた。牛やばい、牛やばい。手裏剣来すぎ。手裏剣はどっちかというと日本の方の文化じゃない？カンフーじゃないでしょ。結局手裏剣の方が多いんです。無理やろ、これ上乗った無理やろ。上に乗るなって。
iPhone とかでありか作ってたけど、出せんかったよ。あれ出し欲しかったな、最初の頃は移植しとったけど。ガクガクやな。どうやったかな。液晶でいいかな。ここまでガクガクじゃなかったかな。ねえ。激ムズになった。Thank you.
シリロンが良かったらもうちょっと頑張れたら言うたるもうちょっと頑張れたらこんなんやったら全然覚えてないよ。勝ったのにな。最初点滅してるんやと思うねえ、30あ、液晶がやっぱ合ってないのかな。液晶でフレームが落ちてるんだ、厳しいねえ、30フレームなってるね。そんな液晶あんねえや、まあ、テレビ30フレームやからゲーム専用最初の頃の液晶なんかむちゃくちゃやからな、ね、ゲームはない。43でマシになるんちゃうかな、うん、拡大処理とかの関連もあるかも。最初点滅見えてないもん、ね、完全に30フレームになってブランカを置いとかんとかん、ミニってな一応で30フレームに調整ミニHDMI に入れてくれと。今見ても結構いい雰囲気やね。久々に見たけど、これとアフターバーナーを最初に買ってん、うん、よかったよね、アフターバーナー。いろいろ言われてるけど、そうそうそう、当時としては当時買ってたらある程度納得できたけどね。こうやって見たらでかいやん、これこういう感じできたら面白い、楽しい、キャラでかい、そうそうそう、キャラでかいってやっぱり重要やからね。そうそう、当時は遊んでたわ、カクカクやけど、うん、でも雰囲気、雰囲気やんか、どっちかって。こういうのすぐ許せん人が出てくるこんなん許せん、ゲーセンと全然違う。ああ、いてはるね。意識が感じるな。じゃあ基板買え。当時基板買ったのかな。後になって言ってる人おるからね。そうそう。話したいと。駿河屋で買ってもっとやったら。駿河屋でもっと言うなよ。
あでもええ感じやな、この無理やりなゴリゴリ感。あ言われたらやっぱいいやな、久々に見たな。もしかして勝った当時ぐらいしかやってなかったかもしれない。書き換えてるのはちょっと範囲小さいけど外側同じ色にするみたいな、あれと。そうそうそう、できるだけ頑張ってはるから。そうなんだ。さらに 3D もあったからね。 3D も買ったで。 3D すごいよ。 3D についてきたけどシャッターブラシがついてなかったから目がおかしなると思う。一応あれオフにするコマンドあったよ。そうそうそう、あとから知った。そうそう、俺も後から知って、なんやこれ 3D オフにできるやん。でも俺ちゃんとシャッター持ってたから完璧だった、ね、目痛かったけど。シャッター目痛なかった。いやでもなんかあれが最新感で好きやった。立体が最高やった。あれ立体感結構あったけどね。ビハリの 3D 俺曲好きやったから、ね。当時やからね、うん、カメラ落ちた。これも買ったわ。曲がなんかこう結構たまらんね、うん、なんかこれの FM で鳴ってる感じが独特の音感がある。ベースラインがいいね。なんか音が太いねん全部、うん、なんか元のやつって全部高音系やんか、うん、なんか違った雰囲気で好きやったかな当時。背景が消えないとね。背景を消してっていうのが工事の感じだ。
発した。それで爆発する。蜂蜜与えてる間に行くと。黒いカセットの方の時のやつってめっちゃあれやな、ね、MSX みたいな色味が単色スプライトのやつが出てくるから気持ちいい。スクロールとかね、ワクワクスクロール、それもなんか MSX っぽい。昔このスクロールが嫌でさ、パソコンとかでも一部あったけど、あんまり認められへんかったけど、若い頃今はなんかね、全然味みたいな感じ、全然見てられるっていうか。Yahoo!